新世紀のフィクション。僕は君と今宙を描いて相対サティスファクション。こんな日を待っていた。たった一つの数式で地球はバカにでもなっちゃったんだ。僕ら当然今日も空中でくしゃみをする。嫌いなものは何ですか。逆さになってしまった。僕ら当然今日も空中で懺悔をする。世界が回っているのは万有の一翼に憧れた人類みたいなのでしょう。なんてどうでもいいさ、そんな噂。あちらへ